鈴木家住宅は秋田県大月郡魚町にある歴史的建造物。江戸時代前期頃に建てられた当時の農家の住宅である。1973年2月23日に国の重要文化財に指定された。秋田県下の民家建築では最古の異例の一つである。現在も所有者家族が居住している住宅としては東北最古となる。鈴木家は 慶長期の県知町に名前が見える旧家で、源義経の家臣、鈴木三郎茂家をを外すると伝える。代々肝入りを務め、文政十三年には、苗字建て脇を許されている。西側に山一つ隔てたところに、本住宅と平面形式の似た土竹住宅がある。土竹住宅と共に、秋田県家では、最古の異例で、民家というよりは、 在地豪族の住宅のようだと評価されている。かやぶき屋根の母屋は江戸時代17世紀末頃の建物で1980年から1年半の解体修理で王子の姿に復元された。母屋は正面向かって左に注文を設ける注文作りで平面は L 字型となる。注文は教法18年の増築であることが不審文書から判明し、 本屋の建築はこれを遡る17世紀末頃と推定される。本屋は寄せ棟作り。注文は正面を入りもや作りとし、本屋、注文ともに、かやぶきとする。注文は正面向かって、右手に大古行を設ける。内部は、左手前に三房の馬屋を設け、その奥は通り庭とする。注文と本屋の入り隅に玄関を設け、その奥は台所とする。 台所の紙手は、成形4間取りで、台所よりの手前を茶の間、奥を打ち、座とし、その紙手は手前を広間、奥を床付きの小座とする。茶の間と広間の前には縁を設ける。庭の奥には、土蔵が接続して立ち、本屋と土蔵の取り合い部は改造されて、蔵前になっている。以下の物件が、鈴木家住宅として、国の重要文化財に指定されている。 母屋は1973年指定、土蔵と土地は1994年追加指定。ありがとうございます。